聞いて。孔、丹、海は分かったんですが、残りの一つが。教えてやるよ。え？私が警戒さ。あなたが？なぜ私を助けたんだい？なぜって、当たり前のことです。正しいことのためにためらうことなく行動すること、それが残りの不徳さ。待ってください。それはなんていう？さあ、忘れちまったね。知りたかったら文武廟の関羽様にでも聞いてみな。文武廟の関羽様。すいません。ん？呼んだか？文武廟に行きたいんですが、高架台はどっちですか？わしもあの辺に用があったとこじゃ。ついてきなされ。お願いします。すいません。何か？文武廟に行きたいんですが、高架台はどっちですか？一緒に行きますか？ついてきてください。お願いします。
すみません、ただいま一般の方のご参拝は。聞きたいことがあるんだ。ここに関羽様って。ええ、関羽様なら奥の方に。会いたいんだ。今入れるかな。いえ、ただいま廟内は大掃除中ですので参拝はお断りしているんです。すみませんがお引き取りください。頼む、どうしても今会いたいんだ。と言われましても。急いでるんだ、なんとかならないか。それが私では何とも。どうしても関羽様に会いたいんだ。そんなご無理を言われても。今日はお引き取りください。じゃあ道士様に聞いてみてくれないか。わかりました、ちょっと伺ってきます。入るなら今しかないか。失礼します。ったく、なんで俺だけ鈴原なんだよ。もう、あのすいません。ああ何、今は一般の人は入っちゃダメだよ。関羽様に会いたいんだ。ああ、お参りなら大掃除が終わったからだよ。頼む、聞きたいことがあるんだ。だったらまずご奉仕するんだね。ご奉仕？そう、ここのすす払いやるかい？わかった、やらせてくれ。じゃあこの辺からやって、壁をきれいに拭くんだよ。俺書庫の方でご奉仕が残ってるから。
これは義、正しいことのためにためらうことなく行動すること。これが慶華さんの言っていた四つ目の武徳か。分かったようだな。四つの武徳とは、孝、譚、懐、そして義だ。老師は、もしかしてあなたでは？会いたいわけは？修験達って人を探すのに、当李翔老師を頼れと言われたんです。修験達？親父が乱帝に殺されたわけを修験達は知ってるんです。君は父親の仇を討つ気なのか？誓ったんです。あなたが邪道に落ちると知ってお父さんは喜ぶのかしら。邪道とは人の道を外れるということよ。肌打ちも人殺しであることに変わりはない。つまり邪道とは。あんたと話してるんじゃない。俺はこちらの老師と。老師はこのお方だ。え？四つの武徳の中であなたにあるのは孝と譚だけね。かかってきなさい。え？あなたの功夫がどれほどのものか試してあげるわ。よしてくれ。俺は女相手に戦う気なんてない。遠慮はいらないわ。それで本気なの？畜生、なぜ一度も。くそ。もうおしまいかしら。どうしたの？まるでやる気がないよね。怪我しても文句言うなよ。ここが転結よ。簡単に相手の動きを封じられるわ。私がその復讐の相手ならあなたの命はもうないわね。これはどうせ行くあてもないのでしょ。いや、俺は後でその地図の場所に来なさい。門限は11時よ。いいわね。あの、当李翔老師。周衛でいいわ。え？孝周衛、それが私の本名よ。一緒に来たかったらついてきなさい。